まこももを人口減少した社会の中でどのように維持管理していくのか、コストは公共の負担をどのように考えていくのか、こういったことについての議論は速やかに進めるべきだと私と小泉さんは考えます。公共の発祥、長野市は作ると言っています。この公共施設発に長野市の全ても公共施設がリストアップされます。これをもとに今後の公共施設維持管理、管理費、公共の負担どう考えるのか、この議論を材料にしたいと長野市は説明してきました。しかし私と小泉一馬は実際、なぜ3月に来ると、3月まで公共施設発を公共すると、言っていたのが今もまだなおできてこないのはなぜなんですかと、その理由を市民にきちんと説明しているんですかと、面接が違っようと今の長野市民は追いただかざるを得ません。どういった意図があってのことなのか。